はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画でーす。今回は、日本酒、ワンカップ酒、こちら、日本盛り300、元祖 300ml カップ、切れ味爽快、キリッとうまい淡麗辛口、アルコール度数が13度以上、14度未満、原材料名が米各国産と米麹各国産米と醸造アルコールと糖類と酸味料、多分値段は200円ぐらいなんじゃないかな、多分、日本盛りっていうメーカーはちょっと知らないですね。こんなメーカーあったのみたいな。盛りカップ。ね。300cc か。ちょっと多いな、これ。よいしょ。日本盛り。それでは、乾杯。まあ、割とちょ美味しいんじゃない？わりかし辛口で、まあ美味しいですね。そんなに変な味とかも特にしないし。大容量 300ml シリーズ。キャップを開けるだけでそのまま飲める。パーティーやアウトドアなどのどんなシーンにでもキャップを開けるだけ。冷やしても噛んでも美味しい。日本盛り300というこちらの商品と、あと生貯蔵酒300、絞りたてっていうのがあるみたいです。日本酒度が、プラス4。酸度が 1.2。で、アミノ酸度が 0.9。となっております。あとは、コンビニ限定商品として、日本盛りの超盛り300。というのがあるみたいです。確かに 300cc のカップ酒って知らないですもんね。普通だいたい 180cc ぐらいでね。普通はね。まあそれでこの味だったら割と美味しいんじゃないかな。値段も、220円って書いてありますね。220円だったら、あれなんじゃない ?300cc、割といいんじゃないか。まあ、ちょっとこれ全部はちょっと飲めない。熱燗にして飲もう。ちょっと熱燗にして飲むか。ちょっと熱燗にしてみよう。ああ、垂れる。ああ、すっごい垂れる、これ。そのままこれ熱燗にできるわ、これ。1分以内だって。一応できるみたい。
ぱね、日本酒はね、冬、大体何飲もうかってなって、冬にね、やっぱ日本酒だろうってなるんですけど、芋焼酎とか、最近、まあ買ったんですけど、それはね、芋焼酎はね、やっぱね、甘いんだ。日本酒に比べると。はるかに甘いという。でね、大体飲み飽きするんですよ。大体飽きるんだよな。でも日本酒はね、そんな飽きない。おそらく。そんなに飽きこないもんね。なんかね、飽きるんだよね。やっぱり、芋焼酎とかは。まあ、多分これ俺だけなのかもしんないけどね。結構飽きが来るんです。いただきます。あちゃ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 。熱燗にするとあれだな。なんか、なんだろう、甘さが結構出てくるね。香りがすごい甘い。これはあれかな、ロックとかで飲んだ方がいいのかな、わかんねえな。なんとなく、あれだね。微妙だね。甘み。甘みはそんなにないんだよね。まあ普通ぐらいでしょ、これは。はい、3233です。ご視聴ありがとうございました。